弘前市にある、弘前公園向かいの津軽藩ねぷた村です。こちらは津軽藩ねぷた村の見学コースの中にある陽気園という庭園になります。大石宇学流の庭園で国の登録記念物にもなっております。こちらの池の方に、カモの親子が2組今おりまして、子供が8匹とそれと11匹と大変ににやかになっておりますので、カモがすぐ大きくなってしまいますから、大きくなる前に皆さんぜひ可愛いカモを見に来ていただければと思います。